エネルギーナビゲーター、大畑晴美がお送りする星読みつれづれ草113。今日は新月と満月のメッセージ、2018年12月22日か23日、蟹座0度49分、満月のメッセージをお届けします。はい、皆さんこんにちは、大畑晴美です。あっという間にもう12月も中旬になってしまいましたね。あと1週間でいよいよ、太陽が、ヤギ座に入ってですね、その直後に、蟹座反対の方の月でですね、満月があるんですけれども、ちょっと今日はそのエネルギーナビの前に、この間、皆さんにですね、来年の2019年のジャパンプロジェクトでですね、ウリ先生がもう一度日本に来てくださることになりました。で、それのイントロ無料ウェブナーを開催します。マウリ先生が出席してくださいます。で、これがですね、1月の6日の日曜日、日本時間の10時半、ちょうど10時20何分に、新月があるんですけれども、ヤギ座でね、その直後に先生が、入ってくださいます。1時間半の予定ですけど、まあ、前半の1時間ちょっと先生に来ていただいて、後半は、まあ、ジャパンプロジェクトのお申し込みの具体的な手続きなどをお話ししていきますけれども、このウェブナーにね、今登録してください。この動画の下にもリンクを貼っておきますから、ここでお申し込みいただいた方だけがですね、特別の価格で、この7月4日5日、6日、7日のですね、みんな1日ずつ申し込みもできますけど、全部申し込んでいただくと割引がありますけれども、特別価格で参加することができます。これもね、前お渡ししましたけれども、詳しい動画も作ってありますから、で、内容はですね、5日の金曜日は7時から、9時なんですけれども、全部場所は秋葉原の、このハロー会議室で開催しますけれども、去年の続きですね、今年の続きで、特にこう2019年、20年、ものすごい大きなサイクルになってきますから、先生が特に日本の皆さんに向けてですね、特別なセミナーをしてくださいます。そして、6日、7日の方はですね、6日は進化のレベルですね、これはコンシャスアストロジーで一番大変なところ、難しいところですけれども、ここをきちっとね、これは多分先生が、お一人で、1日、朝から晩までありますからね、夕方までね、ここでしっかり学べると思いますよ。で、もちろん私が通訳で入りますけれども、2日目はですね、月の能動軸を今度は具体的に読んでいく方法をやります。この2つは本当にコンシャスアストロジーの肝の部分になるので、万難排してですね、ぜひ皆さん、はい、いらしてください。で、参加費は、こういう形になってますけれども、組み合わせていただくと安くなります。そしてこの、ウェブナーに登録してくださった皆さんはさらに割引でですね、全部いらっしゃれる場合はですね 20% オフになりますので、このウェブナーにお申し込みしてくださらないと、それはできませんので、ウェブナーに申し込んでも当日この時にオンタイムでウェブナーに出れなくても、ウェブナーは後で、YouTube で公開しますので、マリー先生のお話の内容は分かりますけれども、この特別価格でのお申し込みはウェブナーに参加申し込みをした人しか、できませんので、くれぐれも今すぐにですね、興味のある人は、申し込んでください。そして、コンシャスネスアストロジーの入門初級コースの受講者の皆さんは、またさらにですね、優待価格で参加することができます。3日間いらっしゃる方は 25% オフになります。で、もしコンシャスネスアストロジーの入門初級コースを、この、なんですかね、この来年の4月の前にですね、ぜひ受けてみたいという方はですね、受けておかれることをすごいお勧めします。特にこの、2日目、3日目のクラスはね、やっぱり入門は初級を終わらせた方がね、受けるとものすごくよく分かってきますから、その方はですね、先にこちらをここからお申し込みいただくと、これもこの、動画の下に置いておきますけれども、そうするとですね、その皆さんも特別優待価格で、3月の15日まででしたらお申し込みできますので、詳しいことは動画の方をご覧ください。はい、じゃあ皆さんお待ちしてますね。本当に今回もですね、150人入れる会場を取りました。何人来てくださるかわからないんですけれども、やっぱり
次先生が来てくださるのはいつになるか分かりませんので、もしかしたら最後かもしれませんしね。だから、一人でも多くの方に来ていただけるように、大きな会場を取ってますので、その分コストもかかってますので、ぜひ一人でも多くの皆さんのご参加をお待ちしてます。はい、それでは、満月データに入っていきますけれども、今回はですね、夏至じゃない、冬至ですね、冬至に起こるんですね。で、アメリカの場合は22日、日本の皆さん23日になりますけれども、日本は午後2時48分、アメリカの皆さんは 朝の9時48分に、PST ですね、ロサンゼルスの方だとこうなります。で、場所がですね、0度なんですよね、ヤギ座とカニ座でね。先月からずっと5回続きで、0度で起こります、満月が。で、4月は、29度に戻りますけども、でも0も29度もものすごい、クリティカルナンバーですから、この満月のフェーズというのは本当これからものすごい激しい、動きがきます。とても大事な時ですよ。だから、ぜひぜひ、しっかりとね準備していただきたいなと思うんですけど、早速チャート見ていただくと、日本の場合はですね、サソリ座の9度18分がアセンダントになってますね、東京で見ると。で、今回日本の皆さんの場合こういうふうにこう下の方にたくさん星が来るようになりますけど、まあ、皆さんのチャートと組み合わせてどうなるか、まあ、ちょっと私のいつもの例ですけど、私の場合でしたら私のチャートを真ん中に入れて外側に、そのチャートを入れるとどうなってくるか、まあ、私もすごい刺激受けてますよね。木星が、9度でぴったり私のノースノート重なってて、今回ね木星と水星がまずピタッと重なってますから、相当私のノースノートの刺激が来てるんですよね。で、まあ、見ていただいたらお分かりだと思うんですけれども、ヤギ座に、1、2、3と3つも星が入ってきてます。それにノースノードも、サウスノードも今入ってますから。で、まあ、10月、11月頃にですね、ノード軸は変わりましたよね。で、天王星も、逆行して、最後の総仕上げをしてるよっていう話ずっとしてますけど、ここにね、エリスがいるんですよね。すごい近くに。エリスという、やっぱり、小惑星なんですけれども。で、エリスと天王星が一緒に来てるので、やっぱりすごいこれ今激しい、いろいろな生み出しが起こってます。で、このスクエアですよね、Tスクエアですね。そこに、まあ、冥王星もかなり近くなってきてますから、いろんなものがですね、今、このテーマですよね、ヤギ座のテーマ。だから政府だとか大きな企業とかいろんなものの秘密みたいなものがどんどん暴き出されてくるような配置です。だから、天王星というのはやはりこうお羊座の天王星ですから、庶民がですねこれはおかしいんじゃないのという形で何かこう稲妻のようにボンとですね、穴を開けてですね今まで見えなかったものが出てくるみたいな、配置が起こりますよね。でもその分個人レベルでもね、今までの自分のやり方っていうんですかね、社会とか家族とか分かりませんけど、こう今まで自分が条件付けでこうねせばならぬというような自分の方をですね、本当に私はそうやって生きていきたいのというふうに自分のハートに魂に問いかけることによってですね、何か大きな気づきが出てくるような配置でもあります。で、反対側のノースノードにカニ座 がいるんですよね。で、今回月はカニ座の0度じゃないですか。だから、やっぱりこの月がカニ座というのは自分の支配している際にいますから、で、日本の皆さんキャッチハウスなんですよね、これがまたね。だから、皆さん自身の、このカニ座の0度が何ハウスかっていうのも見ていただきたいんですけど、私の場合はちょうど7ハウスの終わりの方、8ハウスに入ってますね、やっぱりね。うん、だから、もともと私ね、こう天王星も、8ハウスのカニ座なので、今、ノードもぴったり重なってるので、やはり8ハウスというのは、まあ、サソリ座、冥王星のエネルギーですよね。成長するために変わっていこうとするところなので、ものすごくこう、成長するためにいろいろな、なんていうのかな、
リミテーションにね、制限にぶち当たることがあります。ですから、この新月はいろんな意味で自分の内側のいろんな深い感情ですよね。特に日本の皆さんは8ハウスになりますからね。ただ皆さんの出生図のチャートで何ハウスにこの0度のカニ座があるかで、そこのテーマのところでものすごくこう封じ込めていたような感情がバッと出てくる時だと思います。だから、この1週間ね、今日も、もうオラクルカード引いてるんですけども、オラクルカードのこれから動画を作る前に先に皆さんにこちらのエネジーナビを、配信できるように、動画を作ってから下でこれから作りますけれども、やっぱりね、先週先々週からずっと厳しいカードが出てましたよね。割とネガティブでいろんな感情が出てくるような、のが出てましたけれども、今回またディシプリン出てますしね。だからやっぱり今は内側の、インナーワークをすごくすることがとっても大事なんだと思います。木星のサソリ座、ずっと1年間ね取り組んだことの、もう一度そこでやり残したことを今見直すタイミングをもらってますよというのは、前回の、新月でも皆さんにはお伝えしてますけど、今回日本の皆さんね、アセンダントがサソリ座の9度になってますよね。ですぐ下に、金星もまだいるんですよ。で、今日の段階で確か金星はですね8度だったかな、さっき見たら。今日は10、アメリカ時間14日なんですけども、8度ということはね、今何度かな、今8度ですね、やっぱりね。金星が逆行したでしょ、今年ね。で、逆行が始まったのが10度なんですよ。だからもうあと何日かすると、あと何日ぐらいかな、2日か3日ぐらいするかですかね。今パッパッと見ましたけど、1年にしちゃったからできない。うん。まあ、とにかく、あと数日するとですね、金星も今度はシャドウフェーズ抜けていきます。だから逆に言うとね、今ね、最後のシャドウフェーズなんですよ、この2日、3日が。だから結構ね、苦しい方多いかもしれませんけど、そして今ちょうどコンシャスネスアストロジーの初級コースも本格的に月を学ぶフェーズに入ってきてますよね。この2週間ぐらい続けて月の外説をしましたけどね。いろんなことを勉強しましたよね。で、いよいよ、今度の月曜日からかな、皆さんは火曜日になるかな、次の回から具体的に何座の月はどうかなっていうようなことをですね、何ハウスだとどうなるかなっていうようなエネルギーのシンセサイズを学んでいきますけど、自分の月のエネルギーって、自分の心癖を見ていくときとても大事です。自分のセキュリティとか、自分が育った環境、どんなことで安心感を得るのか、どういうところのサポートが自分の中には必要なのか、自分の、感情を消化していくような時のリズムは何なのか、そんなようなことが月が表すいろんな意味があるんですけど、そこをちゃんと理解した上で、自分のベースになる自我の核になる部分ですよね、ここをちゃんと理解するとですね、ずっと生きやすくなります。で、今回本当にこの金星が14度で、この満月の時はね、海王星が13度で綺麗なね、トライにとってますから、そういう意味でもものすごくいろんな気づきができる時です。深い感情的な、特に金星っていうのはリレーションシップ、それから、自分との関係づくりもあるし、他者との関係もありますよね。あとファイナンス関係しますよね。だからそんなようなことでも今まで見えなかったものがもう一回最後、あ、こうだったのかっていうのが見えてくるとかね、そんなタイミングになってきますから、ちょっとえっというようなびっくりするようなことが起こるかもしれませんけれども、でもそれもね、もっと大きな枠組みで見たらね、海王星はね、もっと大きな枠組みの中でその苦しい、悲しい、辛いというようないろんな感情もしっかり感じきって、なんでなんでというふうにいろんな責めたり、憤ったりするもの
を超えてね、もっと大きなところから視座を持って見ていくときに、あ、何かあなたの中で、私たちの中で、そこを通してしか気づけないことを気づきなさいという意味ですよ、というような、気づきを促しているような配置ですよね。だから、やっぱり本当に、前回のオラクルカードもそうだったんですけど、今回またアクセプタンスが出てますよ。ね、だからやっぱり現状をまずはありのままで受け取ってみる。それがいいとか悪いとかジャッジメントする前に受け取ってみる。どうしてもね、これだけ、ヤギ座が強いとジャッジメントしてくるんですけど、でジャッジメントも必要なんですよ。でも、もう何かこうするべきというジャッジメントが先に来ると、こちらが全然抑圧されちゃうんですよね。だから今回はここを抜きに、まず自分が何を感じてるか、そこをはっきりと感じていくことがとても大切な、エネルギーじゃないかなと思いますね。で、火星もね、今までずっと前回の、新月は火星と冥王星がぴったり重なったでしょ。今今度23度になってきて、ノードもすごく近くなってきますけど、今度カイロンと近くなってますから、そういった意味でとてもね、癒しも起こりやすい時ですよ。すごく大きな癒しが起こってきやすいです、ね、で、木星と水星が、非常に近くでですね、いて座でいますから、まあ、皆さんのいて座が何ハウスにもよりますけど、私の場合はもう本当にノースノードも重なってますからね、やっぱり大きく自分の、自分の真実、こんな、私にとってやっぱこれがそうだよなというような真実を具体的な彗星を使ってね、なんていうかな、日常のレベルの中のいろんな出来事も含めてですね、ドグマチックにならずに、ストンとお腹に落ちてくるような、ことがあるかもしれません。ね、やっぱりこの1週間はすごく自分と向き合う時間大切ですよ。ちょっと体をしっかり動かしてね、体を緩めてですね、で、音楽を使って瞑想してみたらいいと思います。私も本当ちょっとね、ここちょっと本当に体がかなりずっと座っていると、どうしても腰や肩やもうひどかったので、ちょっと意識してですね、今までもヨガもしてたんですけど、もうちょっと体を緩めるような体操をしたりとかですね、でその時に音楽を使ってですね、ただこう緩める体操してると時間がどのくらい経つか分からないので、いろんな音楽を聴いてます。で、まあ、この2曲聴いたら終わりとかね、そんな風にしながらで、クリスタルボールの瞑想とかいろいろするとですね、やっぱエネルギーがね、すごく今ね、とっても豊かな光が降りてきてますよ。私はそう感じます。なんかね、この水のね、このトラインがすごい綺麗ですよね。だからすごく水に星が多いじゃないですか。ね、この3つにここですよね。そしてノードも入ってますよね。それともう一つすごく特徴的なのは、今回エアがほとんどないのかな。ないですね、全くね。カーディナルサインすごい星が多いですよね。ヤギ座、それから天王星で、まあエリスも入れると1,2,3,4で5ですよね。で6個ですよね、エリス入れるとね。でノードもカーディナルですから、やっぱり何かですね、カーディナルサインはスタートしていく時ですよ。だからすぐに具体的に活動を起こすというよりかは、大きな活動はまだしなくていいと思うんですね。まだ今ちょっと内側に向かうエネルギーすごい強いですから。でもこういうふうにしていこうと思ったらすぐちっちゃなことから始めるんですよ。だから私もやっぱりやらなきゃっていう方が多くて、ついつい、自分の体のことを無視しがちだったので、このまんま体壊してしまったらしょうがないなと思ったので、今週は毎日毎日その意識して自分のその体を使う、つく、あの体を休めるというかね、ことに時間を使うことで、そしてお風呂もなるべく早めに入って、日本のように簡単にお風呂作れないんですけど、こっちはね、追い炊きもないし、だけどまあそれでソルトバスに入ってというふうに体を緩めてくると、体がだん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 やっぱり元気になってきたので、そういう小さなこと、毎日の生活の中で、それが水星と木星が一緒になってる感じもしますね。それをしてみることで、何か本当にすぐね、
自分の中の変化が見える時だと思います、ね。まあ、他にもいろいろありますけれども、これからオラクルカードも作りますので、まあ、皆さんもですね、こんな風に自分の中で、どういう、配置になっているかを見てみるといいと思います。そして、この間のオラクルカードリーディングで言ったのかな、このね、カニ座のゼロ度というのはね、今回満月ですけれども、今度は新月で、こっち反対、太陽もこっちにいるときですよね。だからこれが冬至ですから、今度は、夏至になるんですけれども、2020年の、夏至の日ですね、6月21日に、カニ座ゼロ度で、本当にパワフルな皆既日食があるんですね。で、これは第3回のウェブナーでも皆さん教えてるし、この間の最後の第9回のウェブナーでもこのお話してますけれども、この、皆既月食はですね、カニ座ゼロ度というのは、カニ座、おひつじ座、ヤギ座、天秤座というのは季節の始まりの際ですよね、夏至、冬至、春分、秋分点は。そこのゼロ度で起こるというのは、やっぱりものすごいパワフルなゲートウェイなんですよ。本当にすごいパワフルなエネルギーが入ってくるんですけれども、このカニ座ゼロ度で皆既日食がとか金環日食があったのはどのくらいあったかなと思って調べたんですね。で、紀元前5000年から、今までの間ですね、紀元前は入れなかったですね、今回はね。この紀元1年から紀元後2000年 BC ですね、の5000年の間のデータを取ったところで、16回しかなかったんですね。で、今回ね、2001年から2039年の間に、だから私たちが今生きてるこの時代の皆さんは3回もこれが起こってるんですよ。で、その前は660年なかったの。1340年、41年からね。で、次回は今度300年ぐらいないとないんですよ。ということは、これもその第3回のウェブナーで詳しく説明してますけど、大きな時代の背景が3400年、500年ぶりぐらいの大きな配置があるんですね。で、その中でまたここで今、いかにこの来年から特にここの2020年が、19年、20年が大きなシフトになるかっていうのがいろんなところでね、私ずいぶん調べて研究したのが第3回のウェブナーなので、まだご覧になってない方はぜひ申し込んでいただきたいんですけど、で、まあ、ウェブナーのバンドルもね、ご紹介してますから、あれはね、本当に、全部 見られるとすごく、大きな流れが分かってくると思いますよ。ね、で、まあ、前回はですね、2001年にやったんですよ。で、2001年のやっぱりゼロ度ということは冬至なんで、夏至なんですけれども、こういう配置でした。で、詳しいことは言いませんけど、この2001年何があったかを皆さん覚えてます？2001年の6月27日の後の9月11日がセプテンバーイレブンですよ、ね、すごいアルカイダが攻撃したと言われていますが、かなりあれは私はもう陰謀がもっと裏にいろんなものがあっただろうなというふうに思います。あのようなビルディングがあんな形で崩れることはありえないし、だけど、まあ、とにかくあれは大きな何か2000年に入ってからのね、この今回の2020年に向けてのその始まりだったんじゃないかな、プロローグだったんじゃないかなと私は思うんですけど、さあ皆さん、この頃皆さんはどんなことを、どこで何をしてたでしょうかね。ね、私はこの頃ちょうどグリーンカードがもうこのあと直後降りる、あ、次の年がグリーンカードだったかな、違いますね、まだこの時はグリーンカードは来てないですね。だけど、まあ、いろいろすごく苦しい時ではありました。それはね、ここにね、ノードがね、土星が、双子座の7度っていうのは私のサウスノードと重なってましたからね。で、今回が今度はこういう、日食になりますね。日本の皆様またしても、カニ座が、あ、じゃあサソリ座のアセンダントで、8ハウスの、日食ということなので、本当にね、日本の皆さんはダブルシグネチャーで来るんですよね。アセンダントがサソリ座で、そして今回の満月も8ハウスというのはね、で、私もそうですよね。私個人の、だから私の場合はもうトリプルぐらいですよね。だからこれどういうことかっていうと、サソリ座のテーマですよ。死と再生、トランスフォーメーション、大きく自分を変えていけるエネルギーがバンバン日本の皆さん注がれてますから、日本の社会にも。だからこれをどのように変えていくかっていうのは皆さんのオプションなんですよ。
だからもう一度、今ちょっと苦しいと思うけど、苦しいことが出てる方も多いと思うんですけど、しっかりと自分の内側の声に耳を傾けていかれることをお勧めします。ね、サビアンシンボルは、カニザンゼロドは船で船乗りが古い旗を下ろし、新しい旗を掲げる。本当にそういう時が来てますよ、皆さん。今回のこの満月でしっかり手放して感謝をして、そして何かまた新しい種をまく準備をしていることがですね、2020年の夏至の大きな日食の時に大きく何か実ってくるタイミングだったと私は思います。そこでまた皆さんは大きく新しい何かをまくと思うんですけど、この時にもう一つ申し上げておきたいのは、この時のごめんなさい、これじゃないわ、こっちね、あの能動はね、この日食ではね、双子座の方の29度に移ってます。だからこの時はね、この今濃度軸がずっとカニ座、あのヤギ座に来てるのが、このから1年半の間にもう通り過ぎるんですよね。だから濃度が変わるってことすごい大事ですから、やっぱりここはあのいろんな意味でこのヤギ座カニ座のこのポラリティの統合を本当にしを得るっていうか、また次のレベルに行くようなエネルギーなので、皆さんもこのカニ座ヤギ座のテーマ、そしてカニ座感情好きね、そういった自分の自我のベースになっているものをしっかりと取り組むということをぜひやってみてください。で、コンシャスアストロジー本当にパワフルですから、ちょっと今、純ちゃんがいなくなっちゃったので、ちょっと本当に私の、 ホームページのブログの方をアップするのが余裕がなくてできないんですけれども、受講生の皆さんからも毎回毎回たくさんの、なんていうのかな、フィードバックをいただきます。今回も、前回の月の授業をしてですね、あ、自分の子育てということをもう一度よく気づくことができてありがたかったですという、メッセージもいただいてます。だから本当にね、あの自分のこともよく分かってくるし、子育てをするときにその子その子一人一人の月のエネルギーをよりく理解した上で、育ててあげると本当に、なんていうのかな、その子の自我を大きく成長させて、意識を成長させ、魂を成長させられる素晴らしいツールですから、一人でも多くの皆さんにこの、コンシャスネスアストロジーを学んでいただきたいと思います。ちょうど12月はね、ボーナスも入る時期ですよね。よかったらぜひ、始めていただけないでしょうかね。あの私の売り上げが欲しくて言ってるんじゃないんですよ。あの本当に今特にね、これだけ激しいエネルギーで変わっていいんだよっていうエネルギー来てる時に、自分のことが一番わからないでしょ、時々どうしてこうなるのかとかね、コンシャスネスアストロジー学ぶとすごい分かってくるんですよ、ストンと。だからもう本当にみんなにあの伝えたいんです、私のこのパッションがお伝わるかな。で、最後にアストロノメロジーですけど、今年ね、早かったでしょ、あっという間終わっちゃったね。でもこれやっぱり11というのはね、ゲートウェイなんですよ、ほらね。だから、11というのはあのジャスティスでもあるし、ま、あのマルセイ版はストレングスになるんですけど、あの本当にね、あのポータルが開いているところなので、マスターナンバーって言われますけれども、やっぱりこう自分の狭き門より入るじゃないけど、本当に自分らしく生きる道を今選んでいくっていうことをしっかりと自分の中で何が自分にとって正義なのかなっていうのを見ていくようなエネルギーでしたよね。そして、今月は、12月なので、14度5なので、この間の、新月でもお話ししましたけれども、テンプランスですね。やっぱこれバランスなんですよ。今回やっぱ今ね、あのオラクルカードでも、ね、バランス出てましたよ。だから本当に陰と陽のバランスもそうですし、今まで無意識だったものを意識的にこうあの見ていくことも大事だし、イントゥイションとちゃんとマインド、マインドというのは頭で思考することですね。マインドというのは心じゃなくて頭で考えるってことですよ。ね、ちょっと私がよくマインドというので、なんかマインドという英語をですね、日本の方は心って訳しちゃうことが多いので、心じゃないんですね。心って言ったらハートなんですよ。で、マインドというのはあの、もう考えるということです。頭を使うということです。だから思考でをするのか、感じるかですよね。で、思考をするのともう一つ、イントゥイションというのは、ハッとひらめくことですよね。これ直感というか、このガットフィーリングってよく言いますけど、こう、第6感もそうですけど、その、なんていうんだっけ、丹田のあたりはクッとお腹で感じることですよね。そんなのも、こう、統合していくというかね、
で、14は足すと5になりますから、これヒロハントですけれども、何かやっぱり大きくシフトしていくエネルギーですよね、14という15というのはね。だから、やっぱり今月のこの満月はいろんな意味でピボットポイントっていうかな、ピボタルポイントっていうのは何て言ったらいいかな、こう要のグッと変わっていくシフトしていくところですよ。で、今年最後の満月だしね。で、新月から本当にパワフルですよ。また来年ね、今度新月早々無料ウェブがありますから、ぜひ来てくださいね。で、アメリカの皆さんは、18の、9になるので、何かやっぱり内省をしていくことが大事だと思うんですけど、日本の皆さんはね、19になって太陽が来るんですよね。で、ウィル・フォーチュンとマジシャンですから、やっぱり何か本当にここで両方入りますよね、世界で見るとね。やっぱり自分の内側をよく見返って、そしてやし、やっぱり こっちが私の太陽だわと思ってですね、ぐるっとですね、大きく自分の運命の輪をですね、回してですね、マニフェステーションしていくようなタイミング、その種をしっかり撒くためにいらないものはどんどんリリースして、そして、感謝をして、大切な最後の満月を使っていただければと思います。この、満月の時の、この何曜日だったかちょっと忘れましたけど、次回からはですね、今回たくさんまた新しくオラクルカードとかを買いましたので、その中で、気に入ったものを使ってですね、新しい、私も何か新しい形で皆さんに、オラクルカードなんかも提供しようと思っていますね。面白いですね。サビアンシンボル、太陽の方はヤギ座一度になるので、インディアンの酋長が集まった部族から自らの力の承認を求める。本当そうですよ。私はこうやっていきますよということで、いきますね、いいですねと言って、古い旗を下ろして新しい旗を捧げる、素晴らしいサビアンシンボルじゃないですか。これが2020年の冬至で、月と太陽バチッとですね、今度は蟹座のこっちの方に来ますからね、今しっかりとですね、両方ここ取り組んでみてください。はい、それではまた最後になりますけど、この、イントロ特別無料ウェブナー、受け付けてますから、どんどんお申し込みください。こちらの、ワークショップの方ですね、ジャパンプロジェクトの受付は、これお申し込みいただきますと、もう、特別割引価格で申し込むリンクは来ますけれども、受付は1月の6日、このウェブナーの後にします。今年中から受け付けることは私の方がちょっと時間的にできませんので、お申し込みは、1月6日からということで、ただこのイントロの無料ウェブナーはもう今受け付けないと、1月6日はもう終わっちゃってますから、ぜひぜひご参加くださいね。はい、それでは今日はこれで終わりにします。いつも応援してくださってありがとうございます。 Thank you so much and so much love.